こんにちは、速化塾の久保です今回ですね、えー、お便りといいますか動画にコメントをいただきました一般公開のコメントなんでここでお話しても大丈夫かと思いますけどこういう風に書かれております腰痛があり動くことが困難ですお金もない状態です今までトラックのドライバーをやってきましたなので他の仕事の経験はありません頭もよくありません何ができるのかわかりません ということで、まあ、非常にねアドバイスにものすごく、まあ、苦慮するようなコメントではあります要するに何ができるかわからない人からのまあ質問っていうのが最も困るんでこういうことができるんですけどもこれを生かして仕事にはならないでしょうかみたいなのがあるとねわかりやすいんですけどもでも大丈夫なのが即解軸でございますこちらを見てください、はい、50歳から始めるオンラインビジネスね最初の一歩は電話相談ということで まあ、特技がない方でも電話はできると思うんですよ。コメントを書くことができるってことは電話はもっと簡単だと思いますんでね。電話ピリピリっとできると思うんですよね。それで OK です。ねえー、こちら岡恵理子さんが書かれた書籍によると寝たきりの私でも収入を上げることができて仕事になりましたと。その経験を本に書いてますということなんですよね。実はね、この方仕事をする前から私と、まあ、お付き合いさせていただいておりまして。 で、えー、と何年にもわたってねお話を聞いていたっていう経緯もあったんですけども私もやんなくちゃなっていうことで一年発起してやろうかなと思ってスタートしたその翌月にはもう収入が上がっていたんですよねその方法はインターネットの高いレベルの技術を手に入れたわけでもなくって YouTube 動画をたくさん作ったわけでもなくってブログをたくさん書いたわけでもなくって s t a g r a m の投稿をいっぱいしたわけでもありません何をしたの電話です電話で何したの 話を聞きました。他に何したの終わりです。話を聞きました。話を聞いて、給料になるという体験をこちらの本に書いてくださってますので、この本、Amazon Kindle でダウンロードして読むことができますので、今すぐでも注文できます。岡恵里子さん、メッセージを送ることもできます。ぜひね、岡恵里子さんとお話ししていただくか、この本一冊、Amazon Kindle で読んでいただいて、なるほどなと。 自分にもでできそうだだなと思っていいいただければ幸いでございますはいこれはですね今回コメント書いていただいた方のみならず多くの方にメッセージとしてお届けします電話1本でどうやってお金稼ぐのベッドの上で寝たきりでどうやってお金稼ぐの大丈夫です全てご本人が直接答えてくださいます是非ね書籍の最後の方には直接 LINE ができる URL もついてますのでお話ししてみてください ちなみに私とこの岡井理子さん著者の方が対談をした動画動画概要欄につけておきますのでそちらの方もご参考にではよろしくお願いしますいってらっしゃい